オムライス受けたまわった。まずはソース。ニンニクをみじん切りにしたらオリーブオイルを入れ炒める。トマト缶、砕いたコンソメを入れ塩、胡椒、砂糖を加えバターを溶かして完成。玉ねぎを粗いみじん切りにし、マッシュルームは薄切りで、鶏のもも肉はさいの目切りにし、チキンライスの具とする。フライパンでもも肉を炒めたら、玉ねぎ、マッシュルームを加えて炒める。塩、粗挽き胡椒、砕いたコンソメにケチャップを加え、白米を加え、切るように混ぜ、焦がさないようにソースをなじませる。最後にオムレツ。オリーブオイルとバターを加えたフライパンに塩を加え、溶いた卵を入れる。箸でかき混ぜながらフライパンを揺らし、半熟状態を作り、半熟になったらフライパンの端に寄せ、形を整え、天地を変える。チキンライスにのせ、完成。おお、ふわふわのオムライス。では、いただきます。おいしいです。丁寧できめ細やか。そして優しい味がします。これを渡辺さんが作るとか、やっぱりあなたも料理をするのですね。気に入ってもらえて何よりだ。などかった味です。ああ、いくらでも作ろう。